さくらです。今日は12月2日か。早いですね。あっという間にもう12月ね、そうこうしよったら正月来るんですよね。まあ、手前にねクリスマスもあるんですけど、まああんま関係ないかな。でね、まあ一応そうだね、プランターの小株をねメインに話したいと思います。はい、これがねもう一番順調に育ってる株です。小株、ねここにもまたあれやけど、そうですね、でもね成長が遅いのは遅いんですけどね、まあね、液肥とあと活力液とかもね加えて、なんかね感じるのはやっぱり葉っぱが生き生きしてますよね、大体。あと今ねやっとゴルフボールぐらいかな、ゴルフボールよりちょっと、まあでもゴルフボールぐらいやな、やろうね多分ね。であとね紐みたいな尻尾みたいなのが土の中に入って、まあ順調と思います。でね、真下にあるのがね大根、大根なんかねあんまり太い大根になりそうにないですね。これもうなんつうんかな、見える？こうしたらあんまりね、あんまり大きくないよね。もう小さいまんま抜くのも嫌なんで、あと2週間ぐらいは見ます様子を。今年少なくてもね今月は暖冬っていう風に聞いてるんで、まあね結構そんなに大丈夫と思うんですよ。朝はねギュッと冷え込んだとしても、だからねこれももう2週間ぐらいだって、植えてからね、植えたのが10月の20日とかそんぐらいやったんかね、ちょっと調べてみんな分からんけど、うん、大根も葉っぱもねちゃんと光合成できとうみたいやし、あとね他の小カブちゃんまだあるんやけど、まああまりこれ育つんかなまあとにかく頑張ってみます。最悪ねサランラップみたいの貼ってちょっとハウスっぽくするとか、うん、なんかうまいことやってみて、ダメやったらね、ダメやったで仕方ないんで。なんかねビニールハウスの簡易的なやつ売りようの売りようんですよね、アマゾンで。上からポッとかぶせるだけみたいな感じの、それやったらね大根はねこんだけあれやったらちょっと売りようのでは入りきらんかもしれんけど、それ以外のはね入りそうな感じなんで。でね今日はねこれからあとねこのままうち行っても仕方ないんで、なんか飯食いに行くか、もうすぐ近くにね自分がいつも撮影してるほらイオンとかね、あのあるでしょ、あっこのね敷地内にもはま寿司があるし、ちょっと50メーターか100メーターかあの南側に登っていったらスシローもあるんですよ。あと大阪王将とか他にもいろいろなんかね食べるとこあるんで、食べに行くかもうなんか買ってうちで食べるかですね。本当はねどっか出かけてもいいんやけど、うん、でもねどこ行くっつったって、まあねひょっとしたら夜になったらちょっとまた出ていくかもしれんけどね、昨日も昨日で寒かったからちょっと今日ゆっくりしようと思いよったのもあるんですよね。だけどせっかくの休みやからね、休日
どっか行こうかなとかも迷いようけど、飯はとりあえず行こうかな。買って帰るかもしれんけど、まあそんな感じでね、これが今は一番楽しみっていうか、これとさっきの大根、あとね他にもねこうあるんよ、こういうこの子たちは。これは聖護院株なんやけど、まだまだ全然ほら若いでしょ。うん、なんかね育ってくれると思っとんやけど、あとこっちとね、まあこんな感じで